ナコーンシータンマラート駅は、太陽国南部、ナコーンシータンマラート県ムアンナコーンシータンマラート、郡にある、タイ国有鉄道南本線、ナコーンシータンマラート支線の駅である。ナコーンシータンマラート駅は、太陽国南部、ナコーンシータンマラート県の県庁所在地であり、人口27万人が暮らす、ムアンナコーンシータンマラート郡にある、南本線、 ナ中ン市一旦マラート支線の終着駅である。駅の正面側が市街地であり、町は駅を中心に南北へ細長く発展してきた。一等駅で1日あたり10列車の発着があり、支線終着駅では最大規模の駅である。当駅に発着するバンコク発着の列車はすべてクルンテープ駅発着であり、その乗車距離は 832.07km である。 クルンテープ駅から急行列車利用で15時間30分程度である。南本線が順調に延伸工事を続けている1914年10月1日にナコーンシータンマラート支線の終着駅として開業した。この約2年後の1916年9月1日にバンコクより南本線を経由して当駅まで接続された。短式及び 島式一面の複合型ホームに面2線を持つ地上駅であり、コンクリート製の駅舎はホームに面している。ワット・プラマハーターとオシツジンで有名なワット・プラマハーターとの最寄り駅である。当駅より若干距離があるが、バス便がかなりあるので行きやすい。岡本和幸、タイ鉄道旅行 P60、渡辺おつタイ国鉄4000キロの旅、P172。 ありがとうございます。